料理うまいバーコココロクッキングエンターテイナー大西哲也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。洋包丁寿司三昧ということで、前回和包丁をやりましたんでね、はい、今度はうちで使ってる洋包丁をねご紹介したいと思う。一般の家庭だったり、そうだね、和食系出さないところとかだったらやっぱり洋包丁がメインになるんじゃないかな。お店でもね、俺もこの間までもう洋包丁オンリーでやってたし、そうペティとねキュートオンリーでやってたから、洋包丁の方がまあ使い勝手はね幅広いかなっていう風に思います。前と今うち使ってる包丁違うから、ご質問も多いので、お心で使ってる今の洋包丁を紹介していきたいと思います。洋包丁コココロギアーズ、まあこんな感じだね。前使ってた包丁もあるけど、今プチラに出張中だから、なんで今主に使ってるのが、今メインで使ってるのがねこの2つ。まずこっから紹介していくかしたらね、うん、これはね関金継さんっていうメーカー、随雲っていうシリーズの15センチのペティと、でスライサーが24センチですね。スライサー日本では筋引きとか呼ばれる、もう肉切るための包丁だよね。これこの先っぽがさ、これ刀みたいになってるじゃん。谷谷さんも持ってるね。こういうスタイル、なんかこう切り付け型っつって、なんかあのこの刃先でのこう作業とかがこうしやすいよね。あとはこうフォルムがこう日本刀みたいでかっこいいです。これこう模様ついてるじゃない。これがねこうダマスカス鋼っていうので、鋼材をこう重ねてこう折り込んで作った鋼材。そのダマスカス鋼で芯材、その芯の切るところの材質を周りにダマスカス鋼で挟んであるやつなんだよね。普通のこの貼っつけてそこにこうダマスカス鋼の模様をつけてるっていうだけのもあるんだけど、これはちゃんとしたこうダマスカス鋼。これペティは、まあ、前紹介したのと同じような用途だよね。割と万能に使えます。自分の体とか手のサイズとかキッチンのサイズによって、まあ、12センチから15センチぐらいがあるんだけど、俺は15センチぐらいがやっぱり使いやすいね。結構ほとんどこれで切る。ちょっとした肉だったり、ちょっとした魚だったり、まあ、野菜とかも大体これで切るね。ネギ細かく切る時とかも。こっちの筋引き、前使ってた牛刀あるな。これが元々ある27センチの牛刀。これよりスリムな形してるじゃない。だからこれ筋引きっていう名の通り、元々ね、その塊の肉からこう筋をこう取っていくために作られた包丁らしいのさ。でもかなり万能で、牛刀より薄くて軽い。だから野菜切る時とかも薄く切れるし、細かい作業ができる。もちろん肉もきれいに切れるし、刺身とかもこれで引けるね。だからだいぶ万能、外国ではスライサーと呼ばれてるこのタイプはね。だからね、今もう牛刀よりもほとんどこっちのスライサーで作業してることの方が多いです。でこれ周りの、まあ、ダマスカス模様は、まあ、使ってみたいなって思ってて、もともとねで買ってみたんだけど、これ真ん中に使ってる材質がすごいいいやつで、うん、あのスーパーゴールド2っていうんだよね。これはあのすごいこう硬いし切れるけど、こう丈夫で研ぎやすいっていう、包丁の鋼材として今一番理想的とも一部で言われている鋼材を使ってます。でもねそんな高くないから、しかもね錆びにくい。錆びないわけじゃないんだけどね、限定生産だからないかもしれない。一応リンク貼っときましょう。あの公式ホームページも載せていいって言ってたから載せましょう。サブウェポンで使ってるのがこれだね、東次郎さんのニッケルダマスカスペティナイフ。ここさ、ここまでもう全部金属だから清潔だし、これちょっと短い12センチ。より細かい作業とかする時とかはこっち使ったりする。で材質はニッケルダマスカス鋼っていう鋼材を、これは芯材に使ってるね。細かい作業する時はこれを使ってます。でこれ持ち手がね、持ち手のところがこれあの左右でちょっと形が違うんだよね。こっちの方がより膨らみのある、人間工学に基づいたこうデザインになってて、はい、非常に使いやすいです。これあるでしょ。でこれがね、あのお客さんからねいただいたやつなんだよね。である時普通に予約してさ来て話してたんだけど、いや実は包丁がすごい好きでと、包丁マニアでと、であの気まぐれクックさんとか、あの和食の関さんとかに実はあの包丁をお送りしたことがあって、であの2人ともすごい喜んでいただけて、あの動画にもしていただいたんですよねって言って、なんで大西さんにもぜひ使っていただきたいんですけどって言って、まあ、ちょっと変な人だなと思いながら、いやありがたく使わせていただきますって言って、で使って切ってみたらめちゃくちゃ切れるんだよね。これあの材質なんですかって言ったら、あのモリブデンバナジウム鋼ですって言うんです。でモリブデンバナジウム鋼ってそのこれらの鋼材より安いやつなのさ。だけどねすごい切れたから、やっぱり俺はこの M さんからもらった包丁で、あやっぱりその研ぎって大事だなとか、あの包丁に関してもっといっぱい勉強するきっかけになった包丁です。ありがとうございます。今でもサブウェポンであのレモン切ったりするとき使ってる。じゃあいつものようにね、まあ、ネギ切っていこうと思います。これもあのしっかり溶いてるから、まあ、ずっと切れるよね。ああ
特に。今何の時間ですか。西がネギを仕込んだので映像を見せられます。ASMR。カカカロギアス。まあということで大西がメインで使ってる要包丁の紹介でした。こんなことで一番切れる包丁これ。一番切れるのはこれとこれだな。同じぐらい、同じ鋼材で同じぐらいの刃付けしてるから。ネギ切ってみる。まあ、これもね、あのみんなぜひ好みで買うといいと思う。でこの結構ね、多分コメントつくのがね、包丁に詳しい人気にするのが、このダマスカスはプロが使うべきじゃない説みたいなのが結構多くて、なんでかっつうと、包丁ってこう研いでいくじゃん。こう先っぽの方だけ研いでいったらどんどんこの角度がこう鈍角になっていくんだよね、うん、だからこのそのうちやがてはこの包丁のこの身の方を削らないといけないんだよね、うん、でこの刃っていうかこの包丁の身を薄くしていかないといけないんだけど、その時にもうダマスカスの模様がこう消えたりするっていう、プロは使わない方がいい、こんなの使ってるのはプロじゃないみたいな人もいるんだけど、俺はね別にいいと思う、いいと思うし、これも上に掘ってダマスカスの模様を描いてるやつはそれは消えちゃうんだけど、これちゃんと鋼材を織り込んで作ってるやつはちゃんと研いでいくとね、このダマスカスの模様また出てくるんだって、まあ、だからそういうのも自分で使ってみながらやってみようって思って、とりあえずダマスカスの包丁買ってみたんだ。これ何のためにそんなの、その方が強くなるからってこと。ああそう、ああこれ なんでダマスカスになってるかって、うん、まずねかっこいいでしょ、うん、であとこれたくさんこう重なってるやつの方が、ね、結構研ぎやすいんだよね。昔はねこのこういうね、もともとこのダマスカス鋼っていう、このいろんな鋼材をこう重ねて超強い鋼材にしてた技術があったんだって。でも今それはなんかロストテクノロジーで現代は再現できないんだって。だからこれはそのダマスカス風なんだよね、実はね。ことをしたい。そう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 。だけど俺がね使ってる感じだと、ここがこうさ、ちょっとさ、このデコボコになってるじゃない。このデコボコが食材が離れやすくなる感じがするなって思う。ほら穴開いてたりさ、うんうん、する包丁と同じ、穴開いてたり、これとかさ、このディンプル加工がされてる包丁と同じように。食材がちょっとくっつきにくいなって思う。食材がねここねべったり貼り付くと、こう切るときに抵抗になるんだよね。だからここがまたちょっとこのダマスカス加工によってちょっとデコボコしてることも、こう切り進めるときの感覚に影響するなって俺は思うね。じゃあ掘ってダマスカス模様にしてるのも全く意味がないわけではない。ああそう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 、そう思う、ね、ということで、まあ、皆さんね思い思いの要包丁もね使ってみていただきたいなって思います、まあ、やっぱりこの大事なのはこう研ぎだから、この後ね頑張ってちょっと研ぎのことをやっていきたいなと思います。お楽しみに。皆さんぜひチャンネル登録、グッド評価の横のベルマークもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治です。